美化修水です。もう11月に入りまして、年賀状も発売になっています。今年は年賀状を、手書き宛名書きですねを頑張って書いて筆もしくは筆ペンで、書いていただければなと思います。今日は、宛名書きを上手にできる、宛名書き集中レッスンの1ということで縦線横線のお話を少しさせていただきたいと思います。はい、それ宛名書きの方ですね、書くにはやっぱり線が美しいとより一層よく見えるわけなんですよね。それで、最初にですね、四角を書いていただきたいと思います。四角ですね、ここにちょっと四角にねこう書いてあるのがありますけども、実際にちょっとね書いてみたいと思います。四角よいしょ。書いてみたいと思います。四角ですね、少し大きめに縦横こんな感じでいいと思います。なんですけども、普通四角書いてくださいっていうと結構早く書きますよね。そうすると角が丸くなります。ですので、ここのところちょっと一度止まるようにしていただいて、それから横の方の部分はですね、少しだけ丸みをつける感じで、引くことができるといいかなと思います。それで四角を書いてみます。細く書いていただいた方がいいので、小さな点。本当に穂先軽くですね、軽く小さな点からさあ、同じ場所から少し丸くなって、ここでちょっと止まってからまっすぐにスーッ、それから閉じる。で、今案外と綺麗にいったかもしれませんけども、普通はギュ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 、点がね安定しませんけども、そういう時はよくスピードを出してね、サッ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 って書かれる方いるんですけど、これでは実際の書く時に、反映しないので、なるべくゆっくり、音でね、考えてくださいね。音でさーさートンさーさーですね。ちょっと声小さくてね分かりづらいかもしれませんけども、さーさーさー、書いていただきたいと思います。で、四角が書けましたら、今度は縦の四角をね、こう書いた時の、縦の動きをスーッ、でもね、一緒に滑らせて、長く弾けるといいですかね。それからあと横の部分をスーッ、もし真ん中が膨らむような線で、線をね弾けるといいと思います。で、こちらの方でですね、少し線が安定してきましたら、変えてみます。なんとなく川の字になってきましたかね。
トン、スー、ちょっと流れます。チョン、あーくで最後ゆっくり持ち上げます。そうするとね、川の字。それから今度横線いきます。横線スーッとなってたのを長さを少し変えてスーッきましたかね。3でスーッチョンスーッチョンスーッ形でね、字が、出来上がってきたかなと思いますけどもね。この調子でだん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 小さくしてみます。小さく、木の場合にはだいたい細く大きく練習して、だん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 小さくして、だん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 小さくして、くしていくと住所、宛名書きの住所を書く時のサイズ、このぐらいでしょうかね。はい、ということでね、川と差になりました。それからあと10もですね、できたら書いていただきたいなと思います。10ですね。横の線こう引きましたが、横の線を書いたところに縦の線を入れます。左側に流れます。左側に流れることが多いですね、縦の線を引くときには。よく左側にね、流れるのは癖だっていうふうにね言ったりとかね言う方いるんですけども、右手でここの左ですね、ここの部分ですけども、右手で書くと左側に流れるもんです。これ正常ですね。それから左利きの方が書くと逆に右側の方に流れやすいです。左利きではないでちょっと書きづらいです。こういうふうに、こんなふうにねなります。です右利きの方、左に流れるのは当たり前だと思ってくださいね。で横に線を引いて縦、に書いてみます。ここと止まって1、縦の線が曲がりづらくなるんじゃないかなと思います。はい、これはね本当にびっくりするぐらい曲がらなくなると思います。で、それで試していただきたいと思いますけども、ここで少し書いてみます。さ、さ、1、2に分けるといいでしょうかね。はい、ということでね、縦線横線の練習を今、してみましたので、これでねまた練習していっていただきたいと思います。はい、で線の練習のね、縦線横線はこれで、説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。